先ほどね、権威の行動というね、はい、見かけぬカードもう売れたらしいですよ。すごい1枚は。いやすごいですねけどこうやってダイレクトマーケティングしていくんだなと。いやちょっと僕ショックでしたね。最近発売されたサンマナ03の青のクリーチャーで、はい、スニーカー&ショーのサイドボードによく入ってるクリーチャーがいるんですけど、はい、あれもうちょっと僕中継を見てて分からなくて、うんうんうん、なんだこのカードはと思って、ちょっと知らないカードがあるとやっぱ結構ショックなんですよね、うん、この統率者とかもそうですけど、このレガシーフォーマットじゃないと使えないとか、そうですね、そういう縛りで出てくる新しいカードっていうのはやっぱりちょっとガード下がりますよね。そうですね。しかもまあそれをもう発売直後から使ってるプレイヤーってやっぱ本当にすごいなと、うん、全部ちゃんと目を通して、まあ明らかにねフォーマット的にはもうレガシーをまずは視野に入れたそのカードの権威感っていうと、はい、神秘感に なってきますよね。さあここでも勝ちを重ねることができるかどうかというところが両者求められています。うーん、色物がないか、うん、あ、魂の洞窟が1枚あるか、その他は不毛の大地2枚というデスタクの山下選手、そして小栗選手放送ウィル見えましたね。これ最高のスタートじゃないですか。そうですね、いいスタート、まあ、ただ対戦でのデッキはデルバーっぽいんで、リブメガスの精霊も見えましたね。うん、昨日松田選手がフィーチャーで使ってたような、レガシーチャレンジを優勝したアーキータイプですかね。さあここでカラカスを引くことによって白マナ確保できました。いい流れですね。ここはすぐさま、おここにビル全力です。まあ、できればデルブ側としてはもうマザーオブルーンの召喚が解けてしまったんで、このまま飛行だけで殴り切れるといいんですけど。さあここで一度秘密を掘り下げるものスカが行われます。ここはウエストランドお互いに所有するデッキ同士の対決、ニューメガスの精霊設置です。ここでのドローはリシャダンポート、まあ、山下選手としてはもうマザーがいるんで、この間に何かしら致命的なカードがプレイできるといいんですけど、ちょっとただ目くらましもねちらつきますからね、うん、どう展開していくか。ここは対応です。ここ先不毛と先リシャーダンポートどっちがいいですかね。まあ、デイズとかの絡みもありますね。手札に石火事とかがあるんだったら、うん、先にこっちでもいいと思います。さあここでめくれました、渦巻く知識2連打となります。さあここで3点。ここはちなみに結構グラフでもやっぱ地上は息毒みたいなところありますけどね、絶対損はしないんで、まあそのままね取られないサイズですから。逆にデスタクの立場になってみるとよくわかるんですけど、まあ、ブラフであれなんであれ殴られるかと1点通すかマザーを失うかっていう、でマザーを失う方がはるかに重いんで、うん、でそのルーンの母を失うっていうのは基本的に選びづらい。特に今フェッチを設置してからですとより殴り毒感がありますよね。うーん、まあ、あるよって見せかけてみたいな。まあまあまあそうですね、まあ、土地であれば何でも、仮に土地がなかったとしても攻撃されると、うん、もう本当にブラフであれなんであれ、うん、マザーを失うっていうのはそれぐらい大きいですからね。さあここは渦巻く知識、あとその、まあ、今の1アタックをどう利用するかって結構ゲーム全体に影響してて、この後殴ってこないと殴ってきた時はあるって分かっちゃうんですよ。なので、まあ、基本的にその殴り毒みたいなところ全部言っておいた方が相手が手札を読みづらくなる、プレイの一貫性っていうところも保てますね。まあ、状況に応じて切り替える必要がないというところ。例えば今ここで確か今稲妻実際に引いてたんですけど、ここで殴り始めたってことは稲妻を引いた合図っていう風に取られかねないんで、これだとスルーできますね。ただその1回殴るのをもう全然止める必要がないアタックを止めてるから手札が1枚透けちゃってる状態なんで、基本的にはもう本当に殴り得なところは常に行った方がいいですね、はい、あとは相手のその癖を見るとか、相手はこういう状態だったらテイクする人とかいうのもその最初に分かっておいた方がいいですし、はいはい、まあ、そういうところからも
徐々に徐々にね、自分が気づかずに不利になっていくってことですよね。そうですね、手札が今勝手に1枚バレちゃってる可能性があるっていう、うん、まあ、もちろん実際にそのあるかどうかは分からないんですけど、さっきと行動が違うっていうのだけでどれぐらい相手に手札がバレちゃうかっていう、うん、さあここで2枚目の剣を好きに引くことができました。出る場合の対処というところもまずは可能になっていくターンになります。ここ1枚フォースウィル打ち込んでいるんですが、そうですね、まあ、それぐらい飛行の重要性は高いということですが、ちょっと小栗選手も緊張からかかなり手が震えている、まあ、もうトップ8崖の本当に今日一番大切な試合と言っても過言ではないですからね。たまんないですね。結構自分の行動が変わった時に相手は自分が思っている以上に何かを悟るっていうのは意識した方が、うん、これ本当に普段のプレーから意識していかないといきなりできることじゃないですよね。基本的に自分が損しなくて何か相手が悟っていることってのは他にもたくさんありそうなので、うんうん、さあ2部メガスハレルヤさんも買い占め起こった事件もありましたね。そうなんですか。そうなんですよ。本当に店員なんだろうか。この人は。いやこれ本当にあのうちはネタみたいなツイートなんですけど、もうちょっとショックだったのが、その写真で2部メガスを買い揃えてたのがちょっと私の家の近所に住んでいる大学生だったので、すごい心が痛みました。へえ、そんなことが。はい、めちゃ腹立つ。さあフラスターを打って、さあここはマナを払うことを選択しましたが、これはちょっとカウントミスか。ソープロ通りました。そして2部メガスは巨大化していません。最終的に解決まで入ってしまうと2部メガスはもう食べる瞬間がなくなっちゃうので、さあここまでライフは削ってるんですが、ここは良しとしたのかどうかというところですね。それプラス、まあ、リシャーダンポート、そしてああなるほどなるほど、これは面白いですね。シャーカをつけるんであれば食べますということですかね。ああすごいですね。確かにこういうプレーは本当に2部メガスでしかできない、はい、相手に対応させといて対応したなら食べますよと、うん、ただこれによって土地はだいぶ苦しい状況、なおかつ黒マナを引かれた瞬間にちょっとどうなるかというところですが、うわー強い、ここで出てくる、これは通ります。すぐさまここは奪い取っていく。そうこのカード結構まだまだ勘違いされがちなんですけど、あいつが死んだ時ってよく思いがちなんですけど、うん、実際クリーチャーが戻ってくるタイミングが統治者を失ったタイミングなので、小栗選手が統治者になるためにはここから本体に攻撃ダメージを通す必要があるんですね、うん、さあここ不毛を打ち合う、なんとかリシャーダンの港場から展開しましたが、まだまだ不毛を持っているという山下選手、鬼の構え。まあでももうここまでゲームが長引いて統治者になってしまえば、さあ来ましたね宮殿の監修、このカードは本当に強いんですよね。統治者になるという、統治者の説明がこのカードの中にないのはちょっとどうなのかなと。統治者っていう能力が本当に強いんですよね。ターン終了時にカードが引けるようになるという、これは強烈ですね。さあこれはもうカードがプレーできないと、小栗選手ここで第1ゲームを落とします。統治者って実際僕も発売して少し立つまで知らなくて、はい、統治者やっぱ強いですよねって言われて、うん、いや4マナ22でクリーチャー隠すだけってそんなに強いですかって言ったら、統治者ってカードが引けるんですよって、えなぬってそんな能力が
あのテキスト上に書いてないからわからないですね。統治者になるという謎キーワード、うん、まあ、文章が長くなすぎるから多分書いてないと思うんですけど、そのキーワードだけ覚えていればね、まあ、先制攻撃、今ねサリアも残ってますが、先制攻撃って何ぞやっていう人はね、うん、これ見ただけでは、まあ、あんまりわかんないですけど、先制攻撃さえ知ってればねテキストの省略はできますから。でも本当にいろんなカード入ってますね、メインから。そうですね、やっぱサーチできる、うん、3万の11がいるんで、タフネス2以下のいろんなクリーチャーが入ってますね、うん、統治者にまあ対面の相手ならないですもんね。そうですね、もう、まあ、ただなられた時は本当にもうそのまま負けちゃうんで、うん、自分が殴られてる状態で相手が統治者になっちゃうんで、ハイリスクハイリターンではあるんですけど、うん、なので結構デルバー相手には僕はよくサイドアウトしてますけど、デルバー相手に相手が殴り返せない状態って結構もうその時点で勝ってるかなと思うので。うん、さあここまではデスタクのいいところバッチリ見せつけました。すごいですね、サイドボードホコリっぽいカードが見えたんですけど、これ先ほどのマッチアップでもなんかメインにインしてるような感じもしましたね。ちょっとあのホコリって懐かしいですね。なんか神川の2つ目かな、ベトロイヤル、はい、冬の宝珠というアーティファクトの効果を内蔵しているレジェンダリークリーチャーなんですが、当時のね白炭なんかにも、ね、そうですね、絶対入ってましたね、入ってましたね。あれも結局タフネス2なのでサーチができるという。そうですね、こういったこの山下選手のこのデスタクの公開も待ち遠しいですね。そうですね、これはいろんなカードが入ってて本当に、うん、さまざまなギミック、この2018年最後の大きな大会と言ってもいいでしょう、ザ・ラストさん2018で見られています。これ今回のルールですとね、まあ、モダン専門なのかレガシー専門なのかっていうところは抜きにして両フォーマットで勝たなければいけないっていうところがね、はい、まずは大事になってくるんですが、まあ、ここまでね非常に好成績を収めている両者となっています。やっぱ特にもうモダンとレガシーってどっちもやり込みが大事と言われているフォーマットなんで、どっちも満足いくまでは多分多くの人がこなせてないんじゃないかなと思うんですけど、そういった意味で普段から片方でも慣れておくとすごく有利なのかなと思いますけどね。こういうね本当に、まあ、ある意味お祭りのようなイベントなんですけども、はい、でもやはりね勝つことに意味のある本当に少しずつ少しずつ歴史としてね、これもまたマジックの歴史ですので、はい、日本マジックのねそこの一つにねあなたももしかするとなれるかもしれないという大会になっています。いや実際今年のファイナルズもそうだったんですけども、はい、プロプレイヤーとこれだけ当たれる機会が多い大会ってなかなかないと思うので、確かにもうそこがね本当に新たな、ね、転機になるってこともあるかもしれないですよね、はい、最近のグランプリだと結構当たれないと思うな、人数が多すぎて自分のラインがせっかく良くても、はい、なかなか人数が多くてプロプレイヤー当たれないってことは多いと思うので、なんかグランプリなんかねその最初は有名なプレイヤーと当たってフィーチャーマッチにもならないですからね。そうですね、なかなか、うん、やっぱり勝ち上がってワンチャンスみたいなところもありますので、本当にそういう意味ではこういう距離感の近いという表現が正しいか分かんないですけども、まあ、みんなね一丸となって集まって出る大会っていうのは貴重ですよね、うん、いや実際僕自身もファイナルズプロプレイヤーにたくさん5回ぐらい当たったんですけど、うんやっぱりいいなと思いましたけどね、これが昔のファイナルズだなと思って。うん、さあ始まりました、お互いに7枚キープ、山下選手の手札はちらっと見えましたけどかなり良さそうでしたね、薬瓶もありましたし、うん、序盤からしっかり動いていけそうな、これすごい勘違いされやすいんですけど、はい、プロプレイヤーと当たるの楽しいですよね。そうっすね、まあ、プロプレイヤーというか単純に強い人と、まあ、予選抜けてきてる、うんがショータイプ選手なんでもう全員強いんですけど、うん、なんかその勝ちたいから当たりたくないじゃなくて楽しいんですよね、そうですね、単純にやるのが本当にそれが大きくて、僕もやっぱりオフラインイベントとかやっぱり参加したいなって思うんで、
あとやっぱり自分の腕試しがしたいというか、うん、そのもうあれだけ勝っている人たちを相手に自分がどれだけできるのかっていう、さあ策悪ですかね。粉々、粉々、よりいいですね、ダメージが入る方。本体3点です。小栗選手手札に目くらましがあったのに薬瓶を通した理由は、うん、これがあったからですね。さあここまでは非常にいい立ち上がりを見せている小栗選手なんですが、ここ、うん、目くらましはケアされます。なおかつこの魂の洞窟を踏まえてのというところがいやらしいところです、うん、ここまでは山下選手綺麗にさばけてていいですね、うん。1ターン目の薬瓶こそ対処されてしまいましたけど、その後のデルバーはしっかり処理して、うん、さあここも一方的なゲームにはさせません。 お互いに1マナの呪文を連打。あ、土地はまだ持っていますかね。そうですね、ウエストランドにはまってということもなさそうです。ここには目くらまし。さあとてつもない数の呪文の応酬が続いています。本当に土地がまだ2枚しかないとは信じられないですこんなにお互いもうとにかく行動回数っていうところはレガシーの一つのテーマにもなってますので。そうですよね、やっぱ行動回数っていう面ではもう他のフォーマットの追随を許さない、まあ、やっぱりマナがなくてもお互い動けますからね。そしてこの歴史がね積み重なったがゆえに1マナのカードの強さ総決算という感じですよね。そうですね、もう本当に20年にわたるカードの中からよりすぐりのものが選ばれている。さあここも目くらましケアしながら石数着地。ここは実手を選択です。さっきの山下選手の直前のターンちょっと難しかったですね、うん、薬瓶もトップできたんで、まあ、石数いくかどうかっていうと、ね、そうですね、目くらましを警戒するかどうかは。さあここは薬瓶の方が優先順位は低いと判断。さあフェッチも切ったということは、先ほど引いた2枚目の薬瓶もここでついでに展開して、さあここはプレイしていきます。うん、これが通るかどうかというところなんですが、ここは通ります。うん、ここから少し難しくなってきますかね。序盤の小栗選手、まあ、出だしは完全に封じられたような形になるので、うん、そうですね、やっぱりクロックを消された状態でここまでゲームが長引いてしまうとデスタクの土俵かなと、うん、もう薬瓶も石火事もアクティブなんで。さあここもリシャーダンポートありますが、直線の渦巻く知識、ここをフェッチでクリーンアップしてきます。さあどうでしょう、このタイミングのフェッチということは異様の精霊とかそういったカードがあるのか。うん、ちょっと現状はね刺さりにくいカードにはなってますが、そうですね、まあただオーダー使いさえ出てこなければまだ、うんうん、さあここは山を封じてドローをさせます。これ10手もターンエンドに着地しますし、これ時間じわじわいくと薬瓶の土俵になっていきそうですね。まあとりあえずちょっとこれぐらいクリーチャーによったデッキ対決だと10手が通ってしまうともうほとんどゲームエンドといっても、うん、10手自体に対処できないとやっぱクリーチャーを殺しきるのは無理があるんで、うん、はい、まあ、もうそもそもの枚数の違いですよね。そうですね、クリーチャーやっぱもう20数体入ってるデッキなんで、なんとか触るんだったら10手に触りたいですね。さあここでボルカニックアイランド、なんで対処していくのか。ここは錯覚、まあ、これでなんとか未然にというところなんですが、ただまだ山下選手の方が画前有利ですね。特に攻める必要もないんで引いていいカードが圧倒的に多い、うん、もうそろそろブリンク一発入れてさらなる脅威を展開していく、そんなところまで見えています。まあ、ここはもうメインで起動しちゃいますね。さあこれが通ると石火事が戻ってきて
再び装備品がサーチできます。さあこの組み合わせが非常に強力。このオーダー使いによってデルバーの勝ち手段が相当狭められます。もう今の状態だと石梶が生き残ったら石梶軌道から出して常に3マナ残してアーティファクト破壊を警戒しながら攻撃し続けて、まあ相手が仮に石梶をジョクってきたらもう普通にキャストもできるマナ域なんで、さあちょっとここで石梶が生き残ってしまうともうなかなかカラーリング上対処しづらい、うん、手札がグリムラバマンサーと呪文ハメ、今となっては手遅れなカードも若干手札に溜まってきています。厳しい戦いになってきましたね、小栗選手にとって。そうですね、ちょっと本当に越えなければいけない壁が。さあここで土地を使ったということは土地ですね。またウエストランド不毛の大地です。もう山下選手は常に3マナだけは絶対ここから残しておきたい、うん、しかし、あ、確かに赤マナがない状態は問題ないと、まあ、ここを見ればねというところはあるんですが、これに対応して起動していきます。これであれば起動してしまうかと。これでね、うん、赤マナを引いて破壊持ってればワンチャンスなんですが、うん、ちょっとそこがないとすると、うん、ちょっと手札なさそうですね。四股波及のドロここからが苦行です。おお、ラバマンサーも許さずという構えまで。まあもう小栗選手はここは手札をかなり消費しますが、貫きまずはチャレンジ払われます。これでいいです。一応ここはチャンスですね、小栗選手ここでアーティファクト破壊を引くことができれば盤面にラバマンサーで処理できる 3-1 だけになるんで、うん、ここ石梶破壊されたから大胆に動きましたね。そうですね、山下選手も、まあ、ただちょっと不毛の大地が効いてて動きづらそうですね、うん、赤マナがいっぱいあればこのターンすごくいいターンになりそうだったんですけど、フォークドボルト、うん、あでもそこまででもないか。さあかなり厳しくなりました。オーダー使いが盤面を制圧しています。そしてあと2ターン後にはこの状況までも一変させるような、勝敗が決まるようなダメージまで小栗選手が追い詰められることになります。やはり消耗戦の時のこの1枚1枚のカードパワーの高さというところでちょっと押し切られそうですね。そうですね、デスタクの強さはやっぱそこですからね、基本地形も多いですし。さあこのリシャーダンポートもかなり厳しい。もう今手札に赤マナもアーティファクト破壊もない状態なので、次のターンラバマンサーが概ねチャンプブロックに行かなきゃいけないので、できればラバマンサーがチャンプする前になんとかオーダー使いに触りたかったんですけど。さあここは赤マナ引くことにかけてドロー、手札にフォークドボルトがあるんでそれさえかなわず。ここには小栗選手力つきました。11勝3敗、山下選手が33ポイントここで獲得となり、トップ8進出となりそうです。そうですね、もうほぼ確定だと思います。